人の心に作用する色彩心理っていうのをマスターするとですね、運気がさらにグッとアップするんですよね。こんにちは、矢野圭三です。コーンスメチャンネルへようこそ。ところであなたの好きな色って何ですか？私はですね、黒と赤と紫っていうのが結構好きな色なんですよね。でよくよく見ると、車は黒とか、まあ、赤を持ってたりとかですね、まあ、ゴルフのヘッドカバーは赤なんですよね。そして紫っていうのもですね、ワンポイントでね、持ったりするってことをやったりしてるんですけども、これね、よくよく調べていくと自分のラッキーカラーでもあるっていうことが分かったりするんですけども、まあ、例えばね、色っていうのは本当に人の人に対してなんかこう力をね、高めてくれるパワーがあるなっていうのはね、建築とかね、いろんなものを通じて実感しております。はい、ということで今日のテーマもそこにつながるこちら、保存版ということで、恐ろしいほど効果ありということでね、家に使う色次第で人生激変という話をしたいというふうに思っております。まずね、家に使う色に関してはですね、このコーンスマイチャンネルでもね、よく取り扱っている各方位のラッキーカラーと、そしてね、最近に公開したアンラッキーカラーっていうのがあるんですけども、それらをね、うまくね、まあ、使ったり使わなかったりするってことがポイントなんですけども、まあ、もちろんこれらが、まずベースになります。それがベースになった上で、実はですね、色の持っている色彩心理を知るとですね、より幅が広がるっていうのがあるんですよね。このね、色の色彩心理と、ラッキーカラーを組み合わせてやっていくとですね、さらに、運気が上昇しやすいっていうのがあります。このね、そして、色彩心理って一体何かというとですね、まあ、色に関して人がどんな風にして心が動くかということをまとめた心理学みたいなものなんですけども、今回ですね、この動画を見ていただいたら、この色に秘めたパワーとその活用法がね、手に入りますので、最後までご覧ください。そしてですね、動画の一番最後の方にですね、一つ質問にお答えするコーナーもありますので、お楽しみに。そして私は普段矢野圭三公式 LINE というのをやっていてですね、ここで5本の動画をプレゼントさせていただいております。概要欄の3段目あたりね、詳細がありますので、それをね、じっくりとご覧ください。ぜひね、友達申請してくださいね。はい、ではですね、色別にこれからお伝えしていきます。まずはね、一つ目はこちら、ゴールドです。金色なんですよね。まあ、家の中で金色をね、持ち込むっていうのは、何かというと、なんか物とかアートとかね、お皿とか、なんかそういう置物関係とかにゴールドを使うことがあったり、そしてね、例えば壁のね、一面だけゴールドのね、壁紙を貼るみたいな方法もあったりするんですけども、このゴールドはですね、どういう心理作用があるかというと、高い目標をね、達成させてくれるっていう、すごく意識が上がりやすくなるっていう効果があるんですよね。さらにですね、西と北の方位だとですね、非常にマッチングが高い。これね、ラッキーカラーとしてもね、バチッと当てはまってるんですよね。なのでね、例えば、その方位の部屋の、まあ、例えばさっき言ったように一つの壁面にね、全部ね、ゴールドをやっちゃうみたいなやり方もね、あったりするんですけども、ちょっとね、騒がしくなる可能性がありますから、何かしらから、まあ、これぐらいのサイズの、何かのアートなんかで、そういうゴールドをうまく使うとかですね、そういった形でもいいというふうに思います。ゴールドはね、本当にね、意識を高めてくれるっていうのはね、大きなポイントだと思ってみてください。そしてその次、そうにはですね、シルバーなんですけども、シルバーはですね、どういった効果があるかというとですね、この女性性のですね、あとはね、家庭とか知性とか、どちらかというとね、ゴールドが男性的であれば、シルバーは女性的なエネルギーをね、高めてくれると、そういう発想を持つといいというふうに思います。そしてね、方位もですね、西と北の方位が合うのでですね、さっきのね、ゴールドとうまくね、組み合わせて男性性のエネルギーと、そしてね、このシルバーの女性的なエネルギー、家庭とかね、知性とか、そういうエネルギーを醸し出すものとして、ゴールドとシルバーうまくね、これ組み合わせて使うっていうのも、まあ、ポイントだというふうに思ってみてください。そしてね、その次、孫さんは白なんですけども、白っていうのはですね、まあ、家の中の内装の壁がね、ほとんど白がベースになりながら、アクセントカラーでね、他の色が入るというふうになると思うんですけども、例えば全体的に白い空間にするとですね、精神的な浄化とか根源のエネルギーとつながりやすいという効果があります。なのでね、この白はですね、真っ白な空間の中に身を置くと、そういったことができるんだっていうふうなイメージを持っていただいて、ね、これがね、特に東と南東の方位に合いやすいんですよね。例えばね、私が設計させていただくような幼稚園保育園とかでですね、例えば、子供がですね、ちょっと発達障害系の子供とかがいるとですね、色がついている部屋に行くと、なんかね、こう心が落ち着かなくなるっていうのがあってですね、私がね、大学のその心理学の、発達障害に詳しい先生から教わったのは、そういうね、発達
障害の子どもがいるような、園児室とかそういったところはですね、基本的に真っ白で作った方がいいっていう話を、されていたんですよね。で、私からするとそんな真っ白でどうなのかなと思う思いもあったんですけども、こう精神的な浄化とか根源のエネルギーにつながりやすいという、色彩心理の側面から考えるとですね、あながち、悪くはないのかなという思いもあったりするんですよね。今ね、そういった形でいろんな部屋の、色合いとかをですね、いろいろね、試しながらやってるところありますけども、白っていうのはそういう効果があるんですよということを知っておいてください。でそしてその時その4です。その4はですね、青なんですよね。青はですね、どういう効果があるか、イメージ通りですね、青っていうのは若々しいとか、あと素直さっていうね、色合いなんですよね。そしてね、多くのね、現代人が青っていうのは男性的な色みたいな認識を持ってますけども、どちらかというと、色彩心理的にはですね、今言ったように、若々しいっていうようなイメージで使うような、色でもあってですね、人にそういったものを、イメージさせたり、実際青い、アクセントカラーがあるとですね、なんとなく気持ちが、若々しくなって、素直な気持ちになるっていうのがあるというところがあるんですよね。これはですね、南東と南の方への部屋に合ってるので、ぜひね、青をうまく取り入れてください。そしてその時その後はですね、緑ですね。緑っていうのはね、単なる緑の色もあれば、観葉植物系はね、すべて、緑色になってきますんで、この緑をね、どう取り入れるかなんですけども、この緑はですね、発展性、コミュニケーション、創造性っていうのを、高めてくれるっていうのがあるんですよね。なので例えばリビング、東とかね、南の方位が合うんですけども、東とか南の方位のリビングにたくさん、観葉植物なんか置くとですね、そのリビングでの、コミュニケーションがね、どんどん盛んになったりとか、家自体が発展しやすいとか、すごくね、イマジネーションが湧きやすくなるっていうことも起こったりします。なのでね、緑色っていうものも使いながら、緑色の代表である観葉植物なんかをですね、うまくね、バンバン取り入れるといいというふうに思います。そしてその次、私が好きだと言ってた色のうちの一つ、紫なんですけども、この紫にはね、どういう意味があるかというと、好奇っていうようなイメージとか、リーダーシップっていうね、色なんですよね。これね、実は日本もね、昔、使われてた色の中でですね、紫が一番高貴な色だっていうようにして、扱われていたり、あとはね、虹なんかでも、紫色がね、一番端っこにあるんですけども、そういった形でですね、この紫っていう色はですね、人にとっては非常に高貴な色だみたいなイメージをね、持ってる場合が多いというか、そういうね、感覚になりやすいっていうのがあるんですよね。そしてこの、紫はですね、南西と北東と、あとね、家の中心あたりに使える色なんだということを知っておいていただけたらなと思います。紫をね、アクセントカラーで入れたりとか、置物とか、あとは絵画とかね、そういったものでうまくね、取り入れるといいというふうに思います。そしてその次、その7は赤なんですけども、この赤はですね、イメージ通りですね、感情がブワーッと出たり、情熱的であったり、あと直感力がパーンと研ぎ澄ますみたいな時にですね、この赤色っていうのは、なんかもう下から来るマグマの赤のようにグワーッてエネルギーが出るっていうような使い方ができると、そんなイメージなんですよね。で私もね、アクセントカラーで、さっきね、ゴルフのヘッドカバーとかは赤で揃えているとか、今度ね、個人的に乗る車がね、マツダのね、赤い色の車なんですけども、その赤をね、うまく取り入れたりするというようなことをね、やろうとしてるんですけども、とにかくこの赤っていうのはすごく情熱的なエネルギーでですね、うわーってエネルギーが湧きやすいっていうのがあるのが特徴的。そしてね、南西と北東の方位とね、あと家の中心あたりということで、この辺りに、ね、うまく使いたい色ではあるんですよね。ただね、この時に一つ気をつけてほしいのは、寝室では使わないようにした方がいいですよということなんですよね。というのもですね、寝る時には人は体温を落としながら寝るっていう形で寝るんですけども、赤い色をね、部屋に、使うとですね、興奮して体温が下がらないっていうのがあるんですよね。なのでね、なんか夫婦関係を盛り上げようと思うんだったら、赤いカーテンを一時期つけとくみたいなのがいいか分かりませんけども、赤をずっとやってると本当にね、眠れなくなるっていうことがあったりします。逆に言うとですね、赤っていうのは食欲をね、すごくこう、増してくれるっていう効果があるので、例えばね、中華料理屋さんで、カビを赤くしているような中華料理屋さんって結構繁盛しやすいっていうのがあるんですよね。なのでね、そういった形で、赤っていうのは、
食欲を増す色なので、飲食店関係でねうまく取り入れるととってもいいということもあったりします。家でね間違って取り入れすぎるとですね、なんていうのかな、食べ過ぎたりする可能性もあるので、気をつけた方がいいかなというふうに思います。なのでね、赤っていうのはすごくね使い方を気をつけていただきながら、かつうまく取り入れることで情熱的になりやすいということがありますので、ぜひぜひ意識してみてください。そしてね、その次その8です。その8はですね、黄色ですね。でこの黄色はですね、例えばタンポポとかひまわりとか見ていただくとね、なんとなくわかると思うんですけど、柔和さとか、あとバランスっていうようなね、色彩心理のイメージがあるんですけども、これらはですね、南西と北東、西、北西の方位、あと家の中心、結構ねいろんな方位で使えるんですよね。なのでね、黄色いカーテンをつけるとかするとですね、心が穏やかになりやすいみたいなのもありますし、あとはですね、布団のカバーとかね、そういったものにも黄色を使うとですね、気持ちがいいかもわからないですよね。なのでね、その辺はうまく心が安らぐようなリラックス空間にねとっても合うということで、うまく取り入れてみてください。はい、そしてその次はね、その9でピンクです。ピンクっていうのはですね、なんとなくイメージ湧くと思うんですけども、愛情とか触れ合いとかね、そういうイメージがある色なんですよね。これね、北西の部屋とか北の方位で使えるんですけども、ちなみにね、私と私の妻がやってるハッピーファミリーチャンネルっていうね、このコーンスマイチャンネルとの兄弟、チャンネルがあるんですけども、そっちでね、私が出ている時には基本的にね、ピンクの服でね2人出るっていう風に決めてるんですけどもね、ハッピーファミリーということでピンクで愛情を示そうという風にしております。そしてね、私は普段こっちのチャンネルでもできるだけこの下に着ているシャツは、ピンク系にしようという風にしてですね、そういったイメージも持ってですねやってるところもあるんですけども、こういうねやはり、愛情から物事を発信するとか愛が溢れるというようなイメージはね、このピンクという色が本当に似合ってるんだろうなという風に思います。そしてね、色の話はそこで終わりとして、その10としてね、方位以外の使い方の話もしたいというふうに思います。今ね、私がこの服でねピンクを着てるって話をしましたけども、このね服でそれらの色を使うとですね、そのエネルギーが増しやすいっていうのがあるんですよね。なのでね、例えば、ゴールドの服を着る言ったら、よっぽどなんかもう演歌歌手とか誰ぐらいしかいないみたいなあるかもわかりませんが、例えばね、自分が本当に好きな色と、例えばね、本当はちょっと今日話できてないんですけど、自分の生年月日から見た時の、ラッキーカラーっていうのがあるんですけど、そのラッキーカラーの中でも色彩心理のこれを選ぶとよりいいっていうのがあったりするんですよね。で、私なんかはですね、ラッキーカラーの中で、例えば白とか黒っていうのがね、私のラッキーカラーになるんですよね。でね、黒毛を着るっていうのもね、いろんな使い方としてできるんですけども、例えばね、そういう発想でやるのも一つだというふうに思います。よかったらね、アクセサリーなんかでゴールドとかシルバーとかね、うまく使っていただけたらなというふうに思います。はい、ところで、ね、今日の話は、そろそろこれで終わろうと思います。実践できそうなところからね、ぜひね、実践して実感するってことをやってみてくださいね。はい、そしてね、よかったら今日の気づきとか感想、コメント欄からどしどしお寄せください。毎回すごい楽しみに拝見しております。そしてね、あと最近私一番上にね、固定コメントで質問を入れさせていただいてます。それに対してね、コメント返しを、くださった方の中からですね、大体3人の方のコメントを取り上げさせていただいて、動画の一番最後のところにですね、後日紹介して、差しいただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。あとリクエストとご質問がある方もコメント欄に入れていただいたら、またリクエストは別の動画にしたり、そしてご質問に関してはこの後のねコーナーで取り上げたりする可能性もありますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてね、このタイミングでチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録と高評価のグッドボタンをね押していただけると励みになります。そして私は公式 LINE 以外にもアメブロではこぼれ話、 Twitter で日々の気づき、メルマガで家づくりに特化した情報、そしてボイシーで言いたいこと言いまくるということをやっております。すべて概要欄の一番下の方にですねリンク先がありますので、ぜひフォローをお願いいたします。はい、そして最後に一つお知らせがあります。私は普段幸せなライフスタイル研究所というねオンラインサロン、 Facebook のグループページを使ってやっております。有料でクローズドならではこそお伝えできる話をさせていただいたりとか、サロンメンバー、毎月のね個別の運気の活用法の話をしたり、あとはね月に1回から2回直接私に音声で質問ができる Q&A ライブなんかもやっております。これ興味がある方は概要欄の5段目あたりにね詳細がありますので、そこをじっくりとご覧ください。
では最後にご質問にお答えするコーナーです。今日のご質問者の方はね、こちらの方ですね、ケケさんかな、ありがとうございます。いつも楽しく拝見していますということで、今回の動画を見て早速試しましたっていう、これね、私が、方位地震を持って家の中回ったら、この北の方位を指さないところがですね、そこ地磁気が狂ってますよって話をしているやつなんですけどもね、それでね、早速、ソファーの上で方位地震が触れるので、なんでだろうと思って見たらですね、マットの中に、鉄のスプリングが入っていて、これに反応していたということで、これは鉄だからね、方位地震が、磁石なので引き合うのは自然なことなんだけども、これ自体も良くないんでしょうかっていうふうなね、質問なんですけども、これはね問題ないんですよね。もちろんね、その方位地震が、この鉄の近くを持っていったらギュッと動いたりするっていう意味で言うとですね、ソファーに関しては問題ないと思ってみてください。そしてね、ソファーを一回動かしたところで、ちゃんと北を向いてたらいいんですけど、ソファーをどけた状態でですね、北でない方向を向くようだったら、それはね、その場所にあんまり長居しない方がいいと、そんな風に捉えていただいて結構だというふうに思います。この辺のね、方位地震の細かな使い方の話ってね、またどっかでした方がいいかなという思いもあるんですけども、またね、よかったら、確かね、これ高見さんとの、コラボ動画でね、撮った動画だったと思うので、リンク先をね、概要欄に貼っておきましょう。合わせて一回見ていただいて、この質問のやり取りもね、しっかりとぜひね、理解してみてください。はい、ということでね、今回の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日になることを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。